はい、こちらはテープカンターを回しているゴムベルトなんですけど、まあ、ゴム自体にはまだ張力はあるんですけど、ここにかかるだけの張力がなくて伸びてる状態だと思いますね、これはね、はい、なのでこれをまず新しいゴムベルトに変えてみましょう。でもう一本のゴムベルトがここに見えてますけど、これもやっぱりちょっと緩んじゃってるので、新しいベルトに変えてみたいと思います。はい、これがもう一本のゴムベルトですね。まあ、伸びきっちゃって完全にこう弾力がないような状態ですね。なのでこれも交換します。というわけで、ひとまずベルトを2本交換した状態なんですけど、一応仮組みしたんで、これでちゃんとまずテープが回るかどうかをちょっと確認したいと思います。はい、じゃあ電源ケーブルはつないであるので、ここにパワースイッチがあるのでこれをオンにしてみたいと思います。ではスイッチオン。というわけで、レベルメーターのところのランプとこちらのカセットのカウンターと連動しているランプがついてます。はい、そこまではいいんですが、さてこっちは動くでしょうか。はい、まずはこのテープを走行させるこのローラーですね、これが動くかどうかのチェックです。じゃあプレイをしてみましょう。ちょっと今滑ったように見えますけど、滑ってます。滑ってんのか、これは一応回ってますね、綺麗に。ちょっとピッチローラーが汚れてるかなと思いますけど、これは汚れは拭けば OK かなと思います。一応買ってきた時はここが全然回らなかったですね。最初にほんの一瞬だけ回る感じだったわけですけど、今はちゃんとこう寄ってみますとこういう風に回ってますね。キャップスターもちゃんと回ってるし、ピンチローラーも動いてます。
ただピンチローラーは、まあ、さっき言いましたけどちょっと汚れがひどいです。じゃあこれで音が出てるかどうかを見てみたいと思います。音が出てればテープを入れた時にですね、こっちのレベルメーターがこうピッピッとこう動くはずなんで、でスピーカーがちょっと今ちょうどいいものがないんで、ヘッドホンを使って音が出るかどうかもチェックしたいと思います。はい、こちらパイオニアのヘッドホンなんですけど、これでちょっと音も出るかどうか確認したいと思います。じゃあテープ入れてみましょうか。まあ例によって YouTube のオーディオライブラリーですね。はい、これがうまいこと再生してくれればいいんですが、ではいきますよ。結論から言いますと、ちょっとねモーターのスピードがこれじゃさすがに遅すぎますね。はい、音は一応出てます。ヘッドホンから音は聞こえてまして、こちらレベルメーターもちゃんとピコピコって動いてますよね。はい、この機体はボリュームの音量のコントロールがないんで、基本的には外部のアンプとかにつないでそれで音量をコントロールする感じなのかなと思うんですけど、というわけで一応再生、できるところまでは修復することができました。ただしちょっとやっぱりテープの送る速度ですね、テープのスピードがちょっと完全にずれちゃってる感じなんで、今後ですね、そういった細かい調整の方はやっていきたいと思ってます。とりあえずは修理が一応できて、音を聞くことができる状態です。とりあえずはですね、1973年の赤いのこのカセットデッキですけれども、まあ、当初は全く動かなかったわけですけど、再び命を吹き込むことができました。まあ、今回の動画はここまでにしておきたいと思うんですけれど、まあ、後日ですね、この調節の方の動画の方もできれば上げていきたいと思ってます。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければこの動画を見ていってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。